行政院は中華民国における国家の最高行政機関。内閣と各省庁を合わせたものに相当する。行政委員長は首相に相当し、中華民国総統が直接任命する。行政院の最高意思会議である行政委員会議は、政府委員長、政府府秘書長、各部会の長、5から7名の政務委員によって構成される。その他の行政組織の長は、 内閣各員として出席できるが、議決権はない。直轄市の長である、台北市長、日北市長、桃園市長、台中市長、台南市長、高雄市長も出席できるが、議決権はない。2010年の行政院組織法改正により、2012年から順次再編されていき、最終的に従来の39組織から14部8、委員会、2所 一行一員三独立機関の合計29組織が設置されることになる。この一部が日本の省に部長が大臣に相当する。委員会は委員会に、主任委員は委員長に相当する。1928年国民革命軍が北伐を完成し、長学寮が 南京政府支持を表明した後の10月3日に中華民国国民政府組織法が制定され、10月8日に初代行政委員長として、丹延が指名された。当時は内政、外交、軍政、財政、農耕、交渉、教育、交通、鉄道、衛生の十部を有していた。1947年、中華民国憲法が交付されると、 中華民国における最高行政機関と位置づけられ、同年3月31日交付の行政院組織法により組織整備が進められた。憲法起草者の一人である中国民主社会党の長君によって内閣制に近い概念が採用され、行政院委員長は総統の指名後立法院の同意をもって任命され、総統令の副所見があるなど、 いわゆる内閣総理大臣に禁じしていた。しかし、国境内戦を経て、改元令体制が敷かれ、動員観覧時期臨時上官により、総統体験が認められたことにより、憲法が定める内閣制は形外化した。民主化が進んだ、李登期総統時代になると、憲法改正で、総統令に対する委員長の副所見と、立法院による同意がなくなったため大統領制に近づき、 相当の保湿機関として位置づけが強まった。歴代委員長は行政委員長を参照。行政委員が入る建物の所在地は台北市中西区田,田高あずまじ一段一号。日本統治時代、台湾総督平前課長井出香織が設計し台湾の肝心系企業である教育紹介により1940年に竣工した建物で当時は 台北市役所として使われた。国民政府が接収した後は台湾省政府庁舎として使われ、1957年より行政院として使用されている。なお、行政院は国民政府が仙台した1949年当初は総統府とともに海樹館に置かれていた。施行当時の日本は日中戦争などにより物資が欠乏し始めていたため、 過ビな装飾を省いて作られたが、結果として日本統治時代末期のモダニズム建築を代表する建築物の一つとなった国家戸籍に指定されている AB 用生因文化部文化資産局国家文化資産網ありがとうございます。